2000年前ぐらいに生きてた人がこんなことを言ったことがあるらしいんですね。投げられた石にとって登っていくことがいいことでもないし、落ちていくことが悪いことでもない。この言葉を記したのは2世紀ぐらいに生きていたローマ帝国、皆さんもなんか歴史の教科書とかで聞いたことがあるローマ帝国ですね、の皇帝をしていたマルクス・アウレリウスという人だったそうなんです。この人はローマ帝国の皇帝をしながら毎日自分の部屋にこもってですね、感じたこととか考えたこととかよくわからないポエムみたいなのをこう日記に書きつけてたらしいんですよ。でその中に書き記されていたのが先ほどの言葉なんですね。落ちていくことが悪でもないし、登っていくことが善でもないと。で今日はこのささやかな謎めく言葉を皆さんに送れればなと思って出てまいりました。でただこんなことを突然言っても何の話だと、何言ってんだこいつという感じだと思うんですね。なのでここから先はちょっとその言葉に至る少し長い寄り道だと思っていただければと思います。でなんか自己紹介することもなく始めてしまったんですが、成田と申します。何をしているのかよくわからない人間をしていまして、時々暴言を吐いたりして世界中で炎上して怒られたりしている人間です。でちょっと考えてみたら今日卒業式ですよね。僕卒業式ってものに出たことがほぼないってことに気づいたんですよ。小学校の卒業式は出たんですが、それ以降朝起きることができなくて、中学も高校も大学も大学院もどれも卒業式に行かずになんか寝過ごしてたってことにさっき気づいたんですよね。だからこれが僕の大学とか学校卒業するっていうのに一番近い経験だということで、すごく今ちょっと緊張している次第です。しかもなんか今日の朝ちょっと地球の裏側から飛行機で東京に着きまして、ほとんど寝ずに来ているので、もう朦朧としていてろれつも回っていないということで、ちょっと意味不明なことをしゃべり出すかもしれないんですが、その時は皆さんと僕の一期一会の一度きりの出会いはそんなものだったということで、わけのわからないことを言ってるやつがいたなと、そんな感じでさらさらと流していただければと思います。ちょっと緊張してるんで靴を脱いで裸足でしゃべろうかな。でさらに言い忘れたことがありました。ご卒業おめでとうございます。そこから始めるべきですよね。なんで僕が拍手していただいているのかっていう感じなんですが、ご卒業おめでとうございます。さっきのメッセージでもなんかみんなご卒業おめでとうございますって言ってたじゃないですか。でもちょっとよくよく考えてみると、ご卒業って何がおめでたいんですかね。ちょっと考えてみたら不思議な気がしてきたんですよ。なんかこういう回って卒業おめでたいっていう感じに演出するじゃないですか。で大体なんかみんなの未来は前途洋々で明るいぞっていう雰囲気を出してみんな送り出すわけですよね。で卒業式とかっていうと大体なんかゲストとか呼ばれてそれっぽいメッセージを伝えるようになってるんですよ。でなんか未来に向けてその人が成し遂げたこととかその人の成功とかについて語ると、でちょっとその裏には苦悩とか、ね、知られざる困難があった、だけどそこから勝ち取ってきたみたいな涙ぐましいメッセージを皆さんに伝えて、未来に向けてなんかこうちょっと自己啓発っぽいですねエネルギーを皆さんに渡して帰っていく、こんなことがおなじみなんじゃないかと思うんですよ。で実際バンタンの卒業式に過去いらしてきたゲストの方とかを見てもですね、誰もが知るプロレスラーの方とかキラキラ輝く経営者の方とかが来て、そう熱いメッセージを語っていくというのがいつものお決まりのパターンだと思うんですよね。ただちょっと振り返ってみると、そういう成功者のメッセージみたいなのに僕はうんざりしてるっていう部分もあるんですよね。なんかあらゆるところにそういうものがあふれ返ってるじゃないですか。いろんなメディア見てもイベント見ても本を見てもなんかそういうビジネス啓発っぽいもの、自己啓発っぽいものにあふれていると。ただお約束しますが、ほとんどの人間にとって人生はそんな大したものにはならないですから、ね、成功物語とかほど遠いですね、結構グダグダな人生が待ってると思うんですよ。自分の経験からそう言えると思ってます。でさらに成功者って言われるような人もですね、よくよく見てみるとそんな大したことない場合が多いと思うんですよ、ね、たまたまいい人とかいい組織と巡り合えたとか、ね、あるいは生まれながらにすごく特殊に恵まれた体を持ってたとかスタイルを持ってたとか頭脳を持ってた、そんな人ばっかりですよね。さらにはたまたますごく伸びている業界があったりとか、いきなり爆発する領域があったりして、そこにたまたま出会わせたというただただ運が良かった人っていうのも多いと思うんですよね。でそういうたまたまうまくいった人っていうのを僕たちはこう祭り上げてですね、でその過去の経験に基づいてそこから無理やり教訓を引き出したり、ね、未来に向けたメッセージを抽出しようと頑張りすぎる傾向がちょっとあるなっていう気が前からしてるんですよね。でただ成功した人っていうのは運がいい人なんで、そういう人たちの経験とか
その人たちの教訓っていうのは、まあ、結構偏っていて歪んでるものの場合が多いと思うんですよ。まあ、とてもデータとか、 なんかエビデンスとは呼べないようなものの場合が多い。でそんなところから無理やり教訓とかを引き出して本当に未来に向かって役に立つのかなっていう気が正直しちゃうんですよね。本当に大事なのはそういう成功者のメッセージを聞くことではないんじゃないかという気がしているんです。でじゃあ何が大事なのか、僕がもっと大事だなと思うのはうまくいくかどうか全くわからない、まあ、むしろ多分失敗するという中でもとりあえず無理やり足を踏み出してしまう意味不明な勇気というのをどう持つかということじゃないかと思うんです。というのは人間がいろいろやれることとか言えること考えられることの中でもうすでに僕たちが試してきて成功したものっていうのはもうごくごく一部ですよね。でその裏側にはまだ試されてない領域とか忘れられてしまったこととかあるいは、まあ、そこは何もないから行かない方がいいとか、まあ、そこは地雷がたくさん埋まってる領域だから手をつけない方がいいと言われてるような領域がぶわっとたくさん広がってると思うんですよ。で僕たちはその中で何の保証もなくもしかしたら足を突っ込んだら突然爆破されて終わりかもしれないっていうような領域にとりあえず足を踏み出さなくちゃいけない、まあ、その時に実験をしてみる一歩足を踏み出してみる何の根拠もない勇気をどう持つかと、まあ、それが大事なんだと思うんですよね。で特に最近の社会ってこうコンプラ社会とかよく言われるじゃないですか。ルールとか倫理とかすごく厳しくなってるんですよ。でこのバンタンを卒業された方の中には例えばこうクリエイターになられてデザインやるとか動画やるみたいな方も多いですよね、まあ、大変な世の中で、まあ、ちょっとでも人を傷つけるような表現をしたり、ね、ちょっとでも倫理に戻るというようなことをやるといつとっ捕まって袋叩きに遭うかわからない、まあ、すごい大変な社会になっちゃってるわけなんですよね。でさらにこの中にはなんか会社とか組織とかを起業したりあるいはそれを経営したりされる方もたくさんいらっしゃるんだと思います。まあ、それはそれで大変ですよね。まあ、ちょっとでも厳しいことやったらハラスメントだなんだって言って告発されるかもしれないと、ね、でそれからいろんなルールとか法律とかもたくさんあって、まあ、そういうものをしっかり守って労働基準法もしっかり守ってホワイトでクリーンな場所を作らないとあっという間に誰かにお叱りを受けるそういう社会になってるわけなんです。でそういう傾向が強まりすぎると、まあ、いかにしての常識とかあるいはみんなが従っているようなこうルールっぽいものというのから、まあ、ちょっと逸脱して新しい方向を試すかやってはいけないやらない方がいいと言われているようなものにちょっと手を伸ばしてみたり言ってはいけないとか言わない方がいいと言われているものをとりあえず言ってみるというようなこう実験っぽい精神をどう持つかっていうのがとても大事になってくるんじゃないかなと思うんです。でそういう成功するかどうかと全く関係がないとりあえずわけがわからないものを試してみるという精神、これをどう身につけるかということが一番大事なんじゃないかと思うんです。成功は一旦忘れた方がいいという気さえします。でじゃあどうすれば、うん、まだやられてないことやらない方がいいと人が思っているようなこととか言わない方がいいと思っているようなことに手を伸ばせるんだろうか。人間はこうそのための方法を3つぐらい作り出してきたんじゃないかなっていう気がするんですよ。でその3つというのが僕が幼児性、異国性、そして物質性という、まあ、ちょっと謎めくキーワードで、まとめているものなんです。で一つ目の幼児性というのは幼児つまり子供であることとか子供になることというのを利用するという手なんです。でこの聖書を一番よく表しているおとぎ話があるんですよね。あの裸の王様っていうおとぎ話なんですよ。裸の王様っておとぎ話がどういう話かって知ってる方ってどれぐらいいらっしゃいますか。ほつほつ半分ぐらい。この裸の王様っていうのはもともとオリジナルのタイトルがあってそのタイトルはあの王様の新しい服っていうタイトルなんですよ。ファッションに関わるお話なんですね。でそのファッションとか服が好きな王様がいたらしいんです。でその王様を騙そうって言って詐欺師たちが寄ってくるんですよね。でその詐欺師たちの殺し文句というのが面白くて世にも珍しい透明の素材でできた服を開発したんだと言って寄ってくるんですよね。でそれで口八丁手八丁でうまく王様をですね思い込ませることに成功するんですよ。ここにあるこれは確かに透明の素材でできた服だと。で王様は喜んでその透明の服というのを着てですね裸のまんまパレードに繰り出し始めるんですよね。で王様は偉い人だからそうやって思い込まされてるのを見てると周りの人もちょっとそれをおだてなくちゃいけないのかなっていう気になってくるんですよね。でその透明の服と称するものをみんなで見てあこれは美しい美しいと言ってみんなで同調し始めるんですよ。で王様はついに素裸のままその透明な服を着てパレードを始めてしまうと。でそこに一人の子供がいたんですよね。で子供はまだ大人の世界の共通了解を知りません。まあ、常識もないと。で忖度しないというかそもそもできないわけなんですね。でその素朴なナイーブな正直さを持ってあ王様が裸だと指をさして言ってしまうと。まあ、そんな物語なんですよね。でここに現れているのはバカになれというメッセージ、そして無知になれというメッセージなのかなと思います。
つまり何かを発してしまって何が起きるのか全くわからない、考える力さえない、常識もなくバカで無知な子供だからこそ言えてしまうこと、やれてしまうことがあるというメッセージがここにあるような気がします。で、同じようなことが2つ目の異国性というものについても言えるんじゃないかと思います。異国の地、つまり部外者だったりアウトサイダーだったり、あるいは広い意味での外国人であるがゆえに言うべきことやるべきことを一方的に言ってしまえるということです。まあ、僕もちょっと外国人っぽいところがあって、なんか日本社会に半分属しているようで属していないから好き勝手なことを言えるという側面がちょっとあるのかなという気がしてします。で、最近皆さんも好きかもしれないガーシーさんとかっていう方いらっしゃいますよね。あの人も何をやってるのかわけがわからない感じになってますが、日本社会に属していないからこそタブー、芸能界のタブー、メディアのタブーみたいなものを無視して好き勝手なことを言える、まあ、それがいいのか悪いのか、まあ、賛否両論あるでしょう。まあ、ただ外に属しているからこそ何か言えるという側面があると思うんですね。で、こういう形で子供になったり、あるいは部外者になることによって、その社会に外側から圧力をかけていくということが人間ができることの2つのアプローチなのかなと思います。ただ、まあ、ちょっと考えてみると、この幼児性とか異国性というアプローチは突き詰めるとダメなんじゃないかという気もしてくるんです。なぜかというと、この2つのこれまでお話した方法は、所詮外側から社会を変えようとするアプローチですよね。どちらもその社会に属していないちょっとアウトサイダーだからこそ、そこにテコテコテコと出かけていって、なんかピンポンダッシュかなんかのいたずらをしてあっかんべーと言って去っていける、そういう部分があるわけです。よく言えば外圧、悪く言えばただのヤジを飛ばしているヤジ馬とあまり変わらないですよね。いや、本当に大事なのはなんかその社会の内側からその社会を変えるような変化をインサイダー自身がどう作り出していくかということではないかと思うんです。で、内側から変化を作り出すという上で大事になるだろうと思うのが最後のキーワードである武士性と呼ばれるものです。武士の心ですね。で、この武士性というものを表すエピソードというものが歴史上にいくつかあります。で、そのうちの一つが日本の第二次大戦後の復興にまつわるエピソードなんですね。で、ちょっと大昔の第二次大戦直後に戻ると、日本は東京結構焼け野原になっていて、GHQ という組織に占領されたっていうのは有名な話ですよね。で、特にそれまで日本経済を牛耳っていた大企業の経営者たちとかってのはバーッと追放される。で、財閥企業っていう一番大きな企業たちも解体させられることになったんですよね。で、その時にその財閥の一角を握っていた渋沢財閥って財閥があったそうなんです。で、その財閥はそのトップが当時大蔵大臣をやったりしていたこともあって、その GHQ からあるこう人参をぶら下げられたそうなんですね。こう蜜を提示されたんです。で、それは自分たちに協力してくれたらお前たちだけは財閥解体を免除してやってもいいぞという特権を与えられたそうなんですよ。で、とても面白いのは当時のその渋沢財閥というのがその特権を拒否したという話なんです。つまり解体しなくていいと言われたのに自ら解体される道を選んだそうなんですね。で、その決断を当時の財閥のトップはニコボツという合言葉で表現しています。ニコボツというのはニコニコ笑いながら没落しようというメッセージです。で、ここにあるのは、まあ、いわば社会とか経済を次のステージに持っていくために自分たち自身を解体してしまう、まあ、やってはいけないこととか言ってはいけないことを言うどころではない、むしろそれに手をつけたら自分自身が解体されてしまう、自分自身が返り血を浴びてしまう、そして自分たちが死んでしまうかもしれないというような危険を積極的に引き受けると、それによって世の中自体を次のステージに持っていくという、そんな精神がここに現れているんじゃないかなという気がします。で、そう考えていくと僕たちが本当に参考にすべき、そして尊敬すべき存在というのはいわゆる分かりやすい成功者ではないんじゃないかなという気がしてくるんですね。成功の上に成功を積み重ねていって自分を高めていくような存在というよりは、むしろ自分たちの成功や経験というのを積極的に破壊できるような存在、自分たちが成し遂げてきたことというのがもしかしたら何の意味もないのかもしれない、それどころか世の中にとって害でさえあるのかもしれないという意識を持って自分たち自身を解体していけるような存在、まあ、そういう存在こそが世の中を内側から変えていくために最も大事な存在なのではないかという気がしている次第なんです。で、これが一番最初に紹介して多分皆さんのほとんどがもう忘れてしまっている言葉に返ってくるんですね。投げられた石にとって登っていくことがいいことでもなければ落ちていくことが悪いことでもない、まあ、今こうバンタンを卒業して世の中に出ていこうとされている皆さんはもうまさに投げられた石だと思うんです。で、これから皆さんは何か登っているのか落ちているのかよくわからないような状態、うまくいっているのかいっていないのかわからないような状態、成功に向かっているのかただぐずぐず停滞しているだけなのかわからないような状態、まあ、そんな時間をすごく長く過ごすことになると思うんですね。自分もそうですし誰もがそうなんだと思います。
でただそこで何か諦めたり判断したりしないでいただきたいという気がします。むしろ何がいいことで何が悪いことなのか分からないような状態に耐えることこそが生きることなのではないかなという気がしています。でそしてもしどこかで周りの人たちが成功だとみなすようなものをもし皆さんが成し遂げたとしたら、そこから積極的に没落することが大事なのではないかなという気がしています。ニコニコと自分自身が作り上げてしまった成功とかプライド、それをどう破壊して積極的に没落していけるか、それが大事なんだろうと思います。で僕自身もそんな精神を体現するために、どうにか暴言を吐いて炎上のしすぎで全ての仕事を失うという状態をですね、毎日想像するようにしてるんですよね。で全ての仕事を失って、最近は飲みすぎでですね、ちょっとほぼ飲み食いのすぎで一文なしになりそうな状態なんですよ。で酒癖が悪すぎるためにさらには痛風の発作まで出てきまして、歩くことさえままならないという状態になっていることが多いんですね。もうそうすると仕事もない、家の外に出歩くこともできないと、そんな状態になるかもしれないと、そんなふうに没落した時のために、最近手打ちそばの修行を自宅で始めまして、全てを失った時にはそばでも打ちながら人生を過ごそうと思っているところです。ですので皆さんもぜひ一緒にニコニコと没落していただいて、全てを失った時には僕の手打ちそばを食べに来ていただきたいなと思っている次第です。お伝えしたかったのは、成功するより没落しようと、ニコニコと没落しようというメッセージです。意味不明なおっさんのざれ言と思われたかもしれませんが、そう思っていただけたら本望です。改めてご卒業おめでとうございました。またいつかどこかでお会いできたらなと思います。ありがとうございました。成田悠輔様でした。ありがとうございました。もう一度大きな拍手でお迎えください。